19歳の谷川桃子、とんでもないゴラッソ団。やべえ。ゴラッソすぎる。日本女子サッカー歴代最高ゴール爆誕。これは歴史に残るゴール。これはチームの雰囲気一変する一撃。0.1 秒の迷いもなく振った感じよな。しかも蹴る前にちゃんと GK 見せるのエグい。間違いなくなでしこ史上ベストなゴール。この状況でキーパーの位置見てダイレクトで狙う恐るべき19歳。視野の広さも素晴らしいけど GK の位置が分かったとしてもあんなシュート打てないよ。まさか後半ロスタイムに1点差で負けてるとこから逆転するとは誰も思わなかった。綺麗な回転、フォーム、そしてこれでまだ19なのが怖い。まだ進化するだろ。リアタイで見れて本当によかった。